お願いします。よろしくお願いします。お願いします。新曲があって、それを私たちがリハーサルできてないので、はい、最初にあの曲で何回か通してちょっと集中してやります。はい、マイク買ったんで、一応マイクももう使えるようにはしてあるんで。ありがとうございます。え、歌いながらやってみますか。はい、はい、お願いします。はい、2番マイク桐原瑞希です。よろしくお願いします。お願いします。はい、3番マイク南夏です。よろしくお願いします。はい、4番マイク小川奈々子です。よろしくお願いします。はい、5番マイク立花琴美です。よろしくお願いします。はい、6番マイク宮野静香です。よろしくお願いします。はい、7番マイク村川ビビアンです。好きな食べ物はハイチュウです。よろしくお願いします。好きな何？いちごです。ちなみにいちご食べれません。いちごは食べれません。その時間が取れなかったりして、正直フリーレ以外で言えなかった言葉ももちろんそうだし、バイバイハイトもこう本番想定でやったのが本当に初めてだったので、正直めちゃくちゃ焦りはしたんですけど、ちょっとやっとこうツアーに向けてここをやらなきゃなっていうのがあと結構見つかったので、あと1週間でもっと詰めれたらなと思います。まだ実感が全然なくて、名古屋の会場も初めて行くし、どんな感じなんだろうっていうし、なんか初めての気持ちをあの忘れたくないから、あんまり考えないようにその時感じたことを感じようっていうマインドです。の数だかける出てきた証、愛の星だ信じ合える。そうで、右にいるときは右足から下がって内向く。あ、全部こっち向いてる。そう、そうと顔内向く。バイバイファイトの方はめっちゃ早いし、うん、私あの初聞きのときに、なんて言ってんやろこれ、 Wi-Fi って思ったから、みんな聞き取れるのかっていうのがめっちゃ楽しみかも。そうですね、今日こうやってツアーの練習をする日に、私はこうやって花粉症に悩まされまして、なかなか思うように歌えないなと思いながらはやってたんですけど、でもなんだろう、ツアーに向けてめちゃめちゃ気合は入ってるなっていうのはメンバーからめちゃめちゃ感じます。なんかそのなんか言わなくても揃ってるところあるよねみたいなダンスの部分がめっちゃ多くて、なんかやっぱ1年経ったんだなーっていう、なんだろう、なんかソロは最初の時にちょっとまばら感みたいなのがあったのが、1年経ってなんか本当になんか1年間やってきたメンバーなんだなって思うようなリハーサルでした。なったら足広げるもの、なんだっけ、原宿から、そう、原宿からで右足広げる、うん、世界へ、じゃんじゃんじゃん、険しい道もたまに歩むんだ。これさ、バイバイパッシュ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 、アクティブから上げる始めね。その曲がもう普通に素で楽しくて、リハーサルって本当にもう丸半日ぐらい結構いつも使うんですけど、今回なんか曲数多いのもあるけど、めっちゃなんか楽しくて、なんか楽しかったんですよ。でもここで楽しめてるってことは、お客さん入ってくれた時ももっと楽しくなると思うので、めっちゃ楽しみです。コンディション体なんですか、うん、疲れました。
疲れたけど、でも私前にいたグループでも一日中ほんともっと朝早くからもっと夜遅くまで一日中やって、次の日もまた朝から夜までとかやってたから、全然私はリハの体力はまだありますだから今日も結構気づく言っちゃう時もあったけど、そうビシバシです。何？もうね考える力がなくなって強く言っちゃう時もあったけど、まあ早く進められるように時間は限られてるのでやってもらいましたみんなに。なんだろう。いただきます。でもなんかワンマンの時より不安が大きくて、なんかフリーでも結構直近だったから、結構鏡ありのみでしかやってないので、最後鏡なしでみんなでやった時に結構頭真っ白になったのでちょっと緊張してます。楽しんでいきましょう。楽しんでね、私盛り上がっていくわけじゃない。リハーサルこれで以上となります。一日長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。名古屋ツアー初日からよろしくお願いします。よろしくお願いします。ドラムロゴスに来ています。見てください、もうあそこにメンバーも立ってるんですけど、今からリハーサルをします。広い、めっちゃ広い。なんかね、やっとね、福岡の地元のところで単独夢だったからね。明日撮ってんのか。これでも痛いもん。そこで私たちのギャルやるし、ところが垣間見える風になったり、さあ、夏のなんで。
なんか1年で豊洲に立つっていう目標は立ててたけど、なんかその私たちがサプライズで発表していただいたのってまだ1年経ってなくて、多分半年くらいかな、うん、だったから、え、早っみたいな感じだったし、なんか本当に1年で立てるの、立てるもんなのと思ってめっちゃ不安でした。その当時ワンマンがあって10月に、それの本当に直前くらいだったから、結構そのワンマンを売り切ることも結構ギリギリだったからこそ大丈夫かなって結構不安の方がもうその時から大きくて、でも本当にできるのかなみたいな感じで思ってて、ずっと最初言われた時てかそのツアー発表される前、なんかこのままじゃ1年でトヨスピットは難しいんじゃないみたいな感じで言われたりとかあったりしたから、なんかツアー決まった時もびっくりしたし、ファイナルトヨスピットって聞いた時はなんか正直すごいズーンみたいな急に重たい荷物がみたいな感じで、やばい、いろんな意味でやばいしか思わなかったですけど、なんかこう夢には掲げてたけど、正直その時はなんか言うだけただだしっていう気持ちが大きくて、なので決まっちゃったっていう気持ちが結構ありました。ここだけの話マジかみたいな気持ちが大きかった。なんか最初はなんか無謀すぎる目標を立てても、別に目標だから全然なんかなんて言うんだろうな、気持ちがこうってなることはなかったんですけど、いざ本当にトヨスピット立ちますってなった時はマジ複雑な気持ちです。なんか嬉しいんですけど、なんか素直に喜べなかったかも。多分本当に一番は嬉しいっていうのがあったんですけど、やっぱその火起こしていくごとに不安だなっていう気持ちはずっとありました。
ヘトセトラが知りたいから私が思ってるよ。はい、じゃあファイナルということで、おー、なんとおここでお新曲を披露したいと思います。それでは早速ありがとうみんなで毎日のキャビンでスピードまで遊びに来てください。ありがとうございます。受け取りました。じゃあ中入ろうか。またさん、また一緒に来てほしい。みんなで来てほしい。みんなと来て。頑張って。行ってきまーす。歩き場探してる。よし、みんな頑張る？みんな大好きだよ、大好きだよ。一緒におめでとう。一緒に立てるね。せーの。